名前も聞けなかったけれど、あれは強い宿命を背負った青年だった。何か大きな運命が動き始めている、そんな気がする。ソフィーティア、時間がかかってしまったが、ようやく完成したよ。これが君のための武具だ。ありがとう、ロティオン。早速使い心地を試してみてくれ。神の使徒にとっては相手に不足かもしれないが、僕が受けて立つよ。せるなんてやはり僕には辛いよ。大丈夫、あなたの作ってくれた武具が守ってくれるわ。私のために祈ってくれる？もちろんだ。無事に帰ってきてくれ、ロティオン。